どうもプリンです。今回は残り数日となりましたサンリオコラボの交換所の解説といいますか、おすすめキャラのね説明をさせていただきたいと思います。サンリオコラボの交換所はですね、アシストがないものばかりですので、そこまでね必須キャラというのはね、多くはないんですけども、その中でもですね、何体かは優秀なねキャラもいますので、よかったらですね動画の方を見ていただいて確認していただければと思います。またですね、すでに交換をね終えている方はですね、誰を何体交換したかということをね教えていただけると非常にね参考になりますので、コメントでね、教えていただけたらと思います。ということで交換所の方をね、上から見ていきたいんですけども、まずね上5体がですね、サンリオのキャラ15体から20体で交換できるキャラとなっております。全部新キャラですね。上から行きますと、まずね、伸ばしナモノールですね。このキャラ変身キャラとなっておりまして、でこのキャラね、一応使ってみたんですけども、性能としてはですね、面白いパーティーには出来上がったんですけども、強さとね、いうところに関してはお楽しみレベルなのかなと思っております。ただサンリオコラボの中で、おそらくね、シナモノール一番人気だと思うんですけども、シナモノールが好きであれば、2体ね、交換しておいて、普通のね、ノバと、合わせて、遊んでいくことはできるのかなと思います。あと一応ですね、このキャラ確定ガチャで買えるのと、あとサンリオ のバッジ手に入りますので、確定ガチャでね買っておいてバッジ手に入れるとかもね周りかなと思います。ただですね、サンリオキャラでねパーティーを染めるということはあんまりないのかと思うので、バッジもねそこまで無理して手に入れるほどでもないのかなと考えております。なんで好きだったら交換しておくといった程度のキャラでいいのかなと思いますね。次のキャラが、豪天抜刀松丸ですね。このキャラも変身キャラです。はい、こんな感じで変身します。でこのキャラはですね、闇と回復をね、生成できる変換枠となっておりまして、変身スキルはですね、HP が1になったりとか、闇お邪魔花火になったりするので、ちょっとね、癖があるというところですね。で、動画でね、使わせていただいたんですけども、リーダーとフレンドでね、採用し、その時はしました。ただ上限解放がね、かかる対象がサブとなっておりますので、今後ね、強い闇のリーダーが出た時にサブに入れたらね、もっと活躍していけるのかなと思います。であとはですね、次の呪術廻戦のキャラともね、なんか相性が良さそうなので、持っていたら楽しめる可能性はあるのかなと考えております。で1体でも、サブのね、上限解放はループできるので、1体でも、いるとね、まだなんか楽しめるのかと思うんですけども、できたら2体いると、最大限ね、このバツマルの性能を生かしていけるのかなと思います。ただ2体交換するのは正直きついので、1体出たら2体目の交換を狙っていくぐらいでもいいかもしれないですね。1体は欲しいと思ってます。次が、織姫ハローキティですね。このキャラも変身キャラなんですけども、このキャラはね、正直、交換してまで手に入れなくてもいいのかなと思うので、はい、こんな感じの性能ですね。はい、一旦次行かせていただきたいと思います。イラストは可愛いけどね。で次がアトリハローキティですね。このキャラも変身キャラ。はい、性能こんな感じです。で、ルーレットループ枠で火力も出せますと。変身はですね、盤面に6色が3個ずつないと変身できないということで、少しね、癖があります。で、今ですね、ルーレットループ枠って結構ね、優秀なキャラも多いですし、無理してまでね、交換するほどでもないのかなと思いますね。ただ他のキャラがガチャとかからね、揃っていて、ちょっとキャラに余裕があれば、1体ね、交換しておけるといいのかなと思います。あとは他色がね、本当に好きで、今って他色って正直、ジノしか使われていないぐらいのね、環境なんですけども、他の他色もね、好きで使っているよという方は、1体押さえておいていただけるといいのかなと思います。はい。で次がですね、オリーキリミちゃんですね。このキャラ、性能発表された時にね、かなり注目されていたキャラなんですけども、水パ専用のラックスみたいなね、性能ですね。ラックスも水なんだけど。で、変身はですね、場面に水が8個ないと変身できないということで、癖ありですね。ただ変身さえしてしまえば、その性能はですね、もうトップクラス、めちゃくちゃ強いです。で、覚醒スキルがですね、HP と回復を盛りながら火力もね、一応出せそうですし、スキルもね、強いですね。ラクスよりもワンチャン強いぐらいの性能をしております。なんで1体交換しておいて損はないと思いますね。で、これで、上の方のね、交換が重いキャラたちは以上なんですけども、誰を交換するかという話になると、僕だったら、まずね、バツマルを1体交換しに行きます。次がね、キリミちゃん。で、次がまたね、バツマル2体目という優先順位で交換していくかなと思いますね。
まあキリミちゃんはどうなんだろうな、まあ、かなり強いけど癖もあるのでどっちがいいかというところです。松丸はね使った感じかなりね良かったので、まあ、今後もね活躍させられるかと思いますね。ただまあキリミちゃんはなんだろう、この補助要因ではあるので、補助要因の方が末長くね使っていける可能性はあるので、火力枠とか変換枠よりも、まあ、そういった面ではキリミちゃんの方がいいと思うんだけど、僕は松丸をおすすめします。はい、ここはもう諸説ありまくりですね。で、そしたらですね、次にフェスゲンと交換できるキャラたちも紹介していきたいと思います。でまずね、上から旧キャラというか前回より前からね、実装されていたキャラたちが並んでおります。でまずね、大魔女シリーズがあるんですけども、ここはですね、闇までする上4体はまあ無理に交換する必要はないです。当たったらラッキーだと思います。で、まあこのね闇の大魔女がまあちょっと注目というか、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、いわゆるねベロワキティですね。リーダースキルがですねドロ率アップなので、まあたまに使うよというところですね。ちょっとしたキャラ集めに使えます。で、普通のベロワもね同じようなリーダースキル持ってるんですけども、こちらの方がね暖房が2個多いので、まあ、その分ね使う機会多いのかなというところです。まあ、2体いるといいかなという感じはしますね。まあ、交換条件も軽いのでまあ、持っている方も多いと思うんですけど、2体手に入れておけるといいのかなという感じですね。で、2周目の魔女シリーズに行くんですけども、この5体からはね、まあ見とくのは水くらいでいいかな。ノルザキティってやつですね、いわゆる。このキャラはですね、まあ一昔前は集会でかなり使われていたんですけども、まあ今回ね、ちょっと上限解放が追加されなくて、まあ、ちょっと残念ではありましたね。で、まあ使う機会は前と比べたらもちろんね、火力も出にくいので、まあ低くなってしまうんです、少なくなってしまうんですけども、ただまあ一応ねネロミエールのところのね一枠に入れて、あの覚醒無効とかねゲスナイドロップを回復しながら変換してね、行くことができるので、ワンチャンね使う可能性はあるかと思っていて、まあ一応1体交換できるといいかと思います。うん、まあ一でただまあネロミエールね交換してなければ全然いらないかなと思ってますね。うん、で魔女はねもうあとはいいです、もする、はい、無理に交換する必要はないです。で次に新キャラたちですね、見ていきたいと思います。新キャラがね今回6体交換所にいますね。ヒイラキいないと。で上から行く と、まずはね水の、弟子ですね、ハンギョドンですね。ハンギョドンは、まあ、この待ってこのね続きキャラたちは変身か、究極進化があるという形なんですけども、ハンギョドンは究極進化があります。どっちかというと究極進化の方が使いそうなんで、そっちを見ておくんですけども、スキルがですね操作時間延長とか回復エンハンスとか、あと3ターンダメージ無効貫通があるというところで、まあ、一応ダメージ無効貫通枠とかで採用する余地はあるのかなと思いますね。覚醒スキルで HP も漏れますので、まあ、ワンチャンあるぞというところです。ただ火力も正直そんなに出ないですし、まあ、無理して交換するほどではないかと思います。ハンギョドンね、イラストめっちゃいい感じですね。はい、で次のキャラが、はい、大魔女の、弟子マイメロディーということで、このキャラね僕一番注目しております。で、まあ、進化前というかベースキャラも強いんですけども、究極進化がね、まあ、非常に良くて、まあ、基盤ラクスみたいなね性能をしております。で、まずスキルがですね、まあ、決断ドロップ、バインド、覚醒無効回復できるのと、で一旦遅延入れながら、一旦の間最大 HP2 倍ということで、回復エンハンスはないんですけども、遅延が入りますので、まあ、ラックスと比べてね、まあ、相手のダンジョンとかパーティーにもよると思うんですけども、全然ね、あのラックスの上を行くチャンスもあるといった性能をしております。L 字消しがね、2個あるのも偉いですし、あとね、超覚醒で十字消しつけれるので、ここもね、まあ、非常にアシストとかで、なんかつけなくてよくなるというのはいいポイントかと思います。なんでこのキャラは1体確実に交換しておきたいというキャラですね。で次がポンポムプリンですね。でこのキャラは、まあ、どっちかというと究極進化の方が使えそうなんでこっちを見ていくんですけども、スキルがですね操作時間延長、ルーレット生成、リターンの間ダメージ無効貫通、ダメージ吸収を無効化で、これ4ターンで打てるので、まあ、スキルの、ね、範囲が非常に広いのでピンポイントでの 採用はあるかなと思っております。腕付けしがあるのでアシスト無効解除を、ね、つけれるチャンスもありますし、うん、まあ、結構いい性能はもらっているかなと思いますね。ただまあ優先度としては優先というか、無理して交換するほどの、
まあ、キャラではないんですけども、まあ、余裕があれば1体交換しておけるといいかなと思います。次が、黒身ですね。このキャラは変身キャラとなっていて、変身するとですね、一旦で闇のロープを生成できる枠となっております。で、L 字消しがねあったりするところは偉いんですけども、ただこの変換枠って正直さ、アークベルザとの、まあ、取り合いになってしまうんですよね。アークベルザにこの性能を勝てるかと言われると、まあ、進化前も変身前もね遅延ですし、アークベルザをそれだったら採用するかという感じはしますね。なんでまあ無理して交換しなくても良さそうです。あと2体ですね。次が、メルティバットバツマルということで、このキャラも変身キャラですね。ただまあこのキャラはスキルが、まあ、エンハンスと場面変更だけですので、まあ、そこまでね現環境では活躍の機会はねないのかなと思います。イラストは最高に可愛いのでね、もちろんバツマルが好きであれば交換しておきたいんですけども、まあ、ちょっと活躍の機会は少ない気がしております。最後がアテングレタマですね。まあ、使うとしたら究極進化かな。3ターンで打てる最大 HP 操作時間の、書き換えと、あとまあ盤面陣か、7色陣ですね。で、ドロキョンも入るということで、まあ、このスキルはねかなり強いんですけども、ただ上限解放ないんでね、今の環境だと、まあ、一応ガードブレイクはあるので、まあ、その辺のキャラよりは軽く通りやすいと思うんですけど、どうなんだろうな。まあ、ちょっと使いどころは選ぶかと思います。ただ面白さはありますね。ファンパーティーとしてはかなりいいと思うんですけども、まあ無理して手に入れるほどのキャラではないのかなと思います。はい、ということで、まあこれでキャラね一応確認終わるんですけども、そうだな、まあまず下の方のキャラで言うと、マイメロはね確実に手に入れてもらって、あとはね好きなキャラを入手できればいいのかなと思います。あとは、上の方で言うと、まあ、僕はバツマル推しだけど、まあ、環境的にはね、オリン・キリミちゃんもまあ優先度は高いというところ、他のキャラはね、ちょっと1個落ちるかなという感じですね。はい。ということで、今回のね、交換所の説明の方は簡単だったんですけども、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。一応ね、全キャラ僕の中で確認したつもりではあるんですけども、もしね、なんか見落としていて、このキャラのね、ここが強いから、まあ、入手しとくべきだというのがね、あれば、コメント欄でね、教えていただけると非常にね、勉強になりますので嬉しいです。はい。ということで、今回はこの辺で動画を終わりにさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。